災害時でも栄養バランスの整った食事を取れるようにと、神戸市内の大学で今日学生たちが炊き出し訓練を行いました。神戸市灘区の神戸松蔭女子学院大学、帽子をかぶりエプロンをして炊き出しを行っているのは食物栄養学科の学生たちです。この炊き出し訓練は、管理栄養士を目指す学生たちが災害に備え、缶詰やレトルト食品などの保存食を使って屋外で大量調理ができるようにと、2015年から毎年取り組んでいます。今日のメニューはトウモロコシを混ぜたご飯とカレー、それにツナと小松菜のソテーに、リンゴを皮ごと使ったドーナツと栄養たっぷりのメニューです。災害発生からおよそ1ヶ月後を想定し、不足しがちな栄養素が補給できるものをテーマに、4年生が献立を考えました。カルシウムが足りないので、やっぱり非常食ってなるとカレーにスキムミルク入れてカルシウムアップさせたりとか、災害起きてすぐじゃなくてちょっと経ってからを想定しているので、ビタミンとかがよく取れるように。食中毒を予防するため温度管理も徹底し、3年生が4年生に教わりながらおよそ200食作り、職員や学生に振る舞いました。炊き出しってもうちょっとなんか簡単なやつって思ってたんですけど、家庭料理みたいな感じですごい美味しかった。本当に災害の時だったらアクシデントとか起きてしまうので、その時は臨機応変に対応しなければいけないのかなと思いました。私自身が熊本地震の方で実際に被災者で炊き出しを経験したんですけども、ほっとするような思い出があって、やはり炊き出しすごく大事だなと思ったので、安心なものが管理栄養士として提供できるようにしっかり活かしていきたいなと思っています。大学ではあさってにも異なるメニューで訓練を行い、味や見た目についてのアンケート調査も実施するということです。